指を上げながらちょっとこう骨格に合わせてちょっとカットしていくっていう。サロンワークで、はい、自分が一番割とニーズがある部屋で、はいはい、多分最も切ってる感じだと思います、はい、で、まあ、おのずと好きだから練習もしたし得意だからお客様にも勧めて、はいはい、それが良かったからまたこうリピートされるっていうデザインだと思う、はい、まずハンドブローで決まりやすいタイプと、あと日本人の割とフラットな骨格にこう凹凸をつけるために適してる、はい、適して似合いやすいデザイン、はい、今回に関してはモデルさんのお顔が結構細いんで、はい、こう横にシルエットがあったら面白いかなと思って。ありがとうございました。